8月10日です。15度の 85%。今週はずっと雨で、まだ降るみたいです。全くストックがゼロの、釣り動画、今週本当にどうしようかなって、いろいろ悩んでます。朝もちらっと言ったんですけど、あの釣りチャンネルはストックが全くない状態で、まあ、この日常のブログももちろんストックがなく、あの見ての通り毎日毎日あの前日のものを出してるんで、なんかちょっと途中で体の調子悪くなったりとかしたらもう一発で止まるんですけど、あの釣りチャンネルも同じで、最初の頃こそあの10日ぐらい前まで編集も終わってるっていう状態だったんですけど、すぐそのストックも尽きてしまって、で今週はあのご存知のように雨が降りっぱなし、今までなかった雨がこれまでのものを取り戻すかのように降りっぱなしで、でもしかしたらあの丁寧に探せばあんまり増水の影響を受けてない川も見つかるかもしれないんですけど、そこまでしなくてもいいやっていうか、あの釣り以外の実調以外のところであの考えなきゃいけないなと思ってて、その冬場ですね、冬になった時に釣りができなくなる、もう間もなくですけど釣りができなくなるので、その時にじゃあ何をやるのかっていうことをあの別に何も考えてなかったんですよ。その週1回金曜日に更新しますって言った時に何も考えてなく、ただそれ週1回金曜日に更新しますっていうことだけをあの先に出してしまったので、でかといってあの、まあ、前回の動画でも言った通り釣りのノウハウとかを出すつもりもないので、何がいいかなと思って今週は、まあ、つまり今週も釣りに行けないんですよ。今週は釣りに行けないで、今火曜日じゃないですか。火曜日で、水木と残されて、で金曜日が出すためから金曜日の、まあ、少なくとも金曜日の午前中までね編集を終えてないといけないから、木曜日いっぱいまでに撮影は終わってますっていう状態にするために何をするかっていうので、いろいろ考えて友達とかにも相談したんですけど、今週は、釣り人が地元で歓迎されるようなものになればいいなと思って、それつまりあの釣りに来た人が何らかの形で地元にお金を落としたりとか、まあ、もしかしたらもっと理想を言えばなんかどっかでコミュニケーションできたりが生まれたりとかするといいと思うんですけど、まあ、それちょっとハードル高いんで、まあ、まずはあの地元、この釣りに番の地元の人が喜び、かつ釣りに来る人も当然喜ばないといけないので、僕はせっかく地元に住んでるから、あのまあ、多分多くの人が知らないであろう食べ物を紹介するような形になれば、どっちもあのウィンウィンかなと思いまして、今週はここの特産品ではないんですけど、この地域の特産品ではないんですけど、この地域にあるお店で買えるあのとても美味しいお肉を紹介して、それをあの釣りの途中に河原で焼いて食べたらどうかなっていうことで、紹介したいなと思って今買ってきました。まあ、お肉とあとそうだな、お肉だけだ、お肉だけだ、ただお肉を焼くだけの動画になっちゃうので今これからじゃがいも、まあ、今年結構不作だと思うんですけど、新じゃがこの間あのいただいたのが美味しかったので、新じゃがとお肉とぐらいかな、釣りの合間に、まあ、これからはもう暑くて暑くてたまらないってことはないだろうから、車の中にある程度置いといても大丈夫で、でかつこうカッチンカッチン切ったりしないで調理できるようなものが紹介できればいいなと思って、まずそれやろうと思います。まあちょっと変わるかもしれないですけどね、変わるかもしれないですけど、今とにかくお肉は買ってきました。普段あんまりお肉は食べないんですけど、ちょっと動画のために買ってきました。で今はマリさんを京極の図書館に落としたので、くっちゃんに行って、今朝ツイッターで見たら、駅前のお菓子屋さんの藤井さんがグルテンフリーのシュークリームを作ったっていうツイートをしてたので、それをぜひ買ってみたい。
あとは、その釣りチャンネルの方の調理に使う、まあ、チーズかバター、チーズかバターを調達するかしないか、ちょっと売り場を見て考えたいなと思ってます。くっちゃん駅前の藤井さん、お菓子屋さんに来て、この藤井さんですね、でグルテンフリーの、シュークリームがありました。あったんですけど冷凍してて、解凍してから食べてくださいっていうことなんで、常温で 2,3 時間置けっていうことだから、まあ、ちょっとここに置いといて後で食べてみたいと思います。あとちょっとツイッターで話題になってた塩バター大福、今くっちゃんのホーマックで、あのくっちゃんのホーマックにはちょっと正式名称わかんないですけど、北海道マルシェ雪だるまっていうところがあって、今この指さしてる右側ですね、入り口、もちろんこの正面の入り口からでも行けるんですけど、そこでいろいろ野菜とか地元の野菜とか、これは逆走でしょ、なんだっけ、そう、雪だるまっていうところで、あの釣り動画用の食材3つ目を買ってきました。普段あんまり買わないです、あの好きなんだけど高いから、せいぜい時々娘に送ってやるぐらいで、自分ではあのそんなに買わないですけど、もちろん美味しくて好きな食材なんです。できればちょっと釣りの現場、河原とかでカットとか皮むいたりとか、そういうめんどくさいことをしないで済むようにしたいので、ギリギリどうかなっていう食材だったんですけど、ナイフっつってもあのいわゆるステーキナイフですね、あれでステーキナイフみたいなもので簡単に切れるものだからいいか、まあ言っちゃったらチーズなんですけど、ブルーチーズ、まあギリギリ許されるかなと思って、許すも許さないも自分で置いたハードルですけどね、でもナイフ一本持っていくのってめんどくさいです結構ね、かといってあの普通のサバイバルナイフだとくっついちゃって嫌になっちゃうし、新たに用意しなきゃいけない道具を別途用意しなきゃいけないってめんどくさいから、できるだけなくしたいんですけど、まあそれを上回る美味しさだったらいいかなと思って、めんどくささを上回る。このくっちゃんがかかる橋の下の尻別川も抹茶色ですね、まあ当たり前っちゃ当たり前だけど珍しい、ここまで茶色くなる。